早くじゃあ話してあげようぐらいの感覚で投げたらこれで入るし、こっちも同じで入るし、でここはまあいつも通りアジャストしてっていうのが意味かどうもこんにちは、トゥーチャンネルのモッコです。リアです。高木です。カネです。ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、ということで第2弾なんですけども、はいはい、今から、はい、ブルの空間を狙うっていう話をお二人にもしていこうかなと思います、はいはい、というのもそのアップ中にやっぱりみんな狙っちゃうんで、うん、はい、やっぱそこで硬くなっちゃったりしたら意味がないので、そのアップ中にも空間っていうところにただ手を伸ばすだけっていうのを覚えてればいい状態に持っていくことができるんで、ちょっとそのやり方をね今からやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあやりましょうか。やりましょう。お願いします。まず簡単にいくと、はい、ここら辺から、はい、ブルを狙うんだよね、はい、で、うん、やって絶対上から下に入ってくるんで、はい、じゃあちょっと20のダブルブッキングの空間にポッて投げたら、あ、この辺なんだよ、じゃあここにっていう風に、ここを狙ってなくてもブルに近づけるって先に言ってるんですよ、うん、はい、僕はさっきあの立ち位置からここを狙った、はい、で、ちょっと引っかったから、じゃあもう一個ここから20の数字ぐらいかなってなったら、あ、いいとこされた、じゃあもう一回そこで叩くってなると、うん、いいとこされてきました。はい、はい、これを実際ここで同じようなことでやる。はい、はい、じゃあブルーに行く高さはどこなのか、この辺見てるから投げようか、はい、ブルーじゃなくてその辺の高さに向けてポリポンでいこう、うん、でやっていくと、いつもやってここに凝視してるんだけど、はい、ここだとやっぱ狙うっていう気持ちが生まれるので、うん、この辺かなってなると狙うっていうか飛ばす、うんうんうん、っていうような風にチェンジできると思う。そう、だから最初のカウントアップとかはブルを狙うっていうか、ブルに行く高さはどこら辺なんかなって、じゃあ必然的にリラックスできるし、飛びが全部変わってくると思うんですよ、はい、いきなりマックスでこう、はい、アップのしてる時にこうやってみて狙ってえいって投げると、うまいこと言ったらいいけどやっぱり力みが出てくると思うから、絶対出ますね。じゃあこの最初の印象ってその日一日決めるぐらいですよね。大事です。でなっちゃうから、だとしたらいやいや狙ってませんけどみたいな感じで投げれるように、その辺でこの辺の高さっていう風に投げていけば最悪イメージなくなるじゃないですか、うん、スタートがダメなイメージが残らないなので、まあ、ちょっと難しいかもしれんけど、この辺狙っていこうとかこの辺狙っていこうとか、人それぞれのブルのこう上がって落ちるっていう高さがあるから、はい、それを狙っていけばアップが楽になる。で、それをもう簡単にしているのが僕の場合だと、もうこの手なんですね、はい、見とけばいい、この手を、はい、この手に向けて、うんうん、話に、はい、っていう感じ。で、なんか高さは大体、うん、中風なバミリをつけるっていう練習を、うん、あとはトップ感とかその日の夢の調子に合わせて小細工していく。で、小細工はこの前と一緒じゃなくて今日の小細工、うんうん、で、ああ、ああ、取り折った。楽じゃないですか。まあ、そうそう、まあ、本当に簡単そうにやってますもんね。はい、簡単です。で、結構簡単なことしかしてないんで、はい、それちょっと身につけていきましょう。はい、やりましょうか。はい、はい、じゃあここ見ててください。構えてください。セットアップしてください。はい、隠れますよね、手前ですね、はい、お二人が構えたところに実はブルがいてるんですよ、はい、でそのブルに対して かぶさったところが実はそのブルの位置なんです、はい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 、それを一人一人が当てはめていくんで、はい、例えば岩崎さん、はい、この辺で見てるんですか。そうですね、ブルはそうです、その辺に見てます。見えてますね、はい、じゃあブルが、はい、ここは隠れますね、はい、ここは見えが見えてないです。みたいです。ですね。じゃあここに向かって投げるだけでもこれブル。え？え？え？皆さんも。え？
こめっちゃむずいね。どういうこと？あ、ちょっと顔で隠れてますね。あー、こっちか。あ、でもこれはどこで見てる？右目で見てます、一応。あ、もう完全に隠れてます。完全に隠れてます。完全に隠れてます。この手よりも上に一回飛ばないといけないんで、この辺に向かってもう投げるだけのことです。あー、なるほど。そうですね、そこに投げたらいいですよね。ブルが下にちょっと見えてるんで。あ、ちょっと見えてる。 OK、 じゃあここに向かって。 OK です。ちょっと弱かったね。いいよ、全然いいよ、全然いいよ。でも同じように空間を見てるから、はい、刺さるとこは一緒。はい、確かに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 。別にブルを狙うっていうか、うん、ここがブルが隠れてるとこです。じゃあここら辺を狙って。はい、はい、そうそうそう、はい、うん、おお。矢は直線で飛ぶんじゃなくて、必ずこのブルのラインを超えて飛ぶんで、はい、そこに向かって離してあげるっていう。高木君もいきましょう。はい、さっきここにもね。そうです、そうです。から同じようにこう引いて、こう来るから、はい、この辺に、その辺に、これね、OK です。はい、おお、めっちゃ飛ぶ。いいね、同じように。いい、全然全くブル見てないですね。でしょ、全く見てない。見てなくてもしか見てない。見てなくてもブルに飛んでる。ここだけでいいんですよね。はい、もう全然盤面とかちゃんと見てない。盤面何も分からへん。盤面見なくていい。全く見てないです。真っ暗同じように。はい、はい、いいよ、いいよ。軽いな。そうで、矢がちょっと重くなってきてる。刺さりが良くなってきてる。怖い。え、いや、見てて軽いで、はい、結構直線的に綺麗に飛ばしてるから、もう一回。はい。ブルあったら消えてますね。はい。ここにしようか。その辺です。ここにも矢を持っていってあげる。やばいです。はい。そうそうそう。あ、いいよ。ああ、いい。これ別にブル狙ってないじゃないですか。狙ってないですね。ここしか見てない。うん。けどブルの周辺行きますね。行きますね。つまりは、この辺の狙うよっていうポイントをもっと見つけて、ブルの高さはここで見つけてしまえば、ブル行かない。そうですね、そこに投げるだけで。確かに確かに確かに。で、今力入れてますかって話なんです。全く入れてないですね。いや、めちゃめちゃ100点の答えはね、軽いな。ジョイアさんが言ってくれたんですけど、はいはい、あ、分かりました。隠れてます。隠れてる。じゃあここ、はい、いいよ。はい、同じで、うまい、すごい、すごい、うまい、ナイスブル。じゃあ俺の手の位置がもっと変わっていけば、そういうことですね。で、一回さ、この残像あるやんか、その残像、はい、今は俺多分左に行き過ぎてるんだと思う。はい、その残像ちょっとだけずらしてみて。なるほど、なるほど。そんな気持ちちょっとずらしてみて、そのまま振ってみて、同じようにもう振るだけで。おー、いい、すごいよ。そう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 。もうそれが個人の感覚やから。確かにそれ、あ、なるほど。残像はちょっと移動させてもらっていいんで。はい。でもう一回作るね。残像だけ作るね。はい。隠れてます。隠れてる。はい。じゃあこれをもう好きなように、ここ狙うとか何でもいいから、はい、見やすいようにやって。全然ブル見てないですけどね。まあもちろんその後ろでは見えてますけど、ぼやっと、うん、なんか、そう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 。あ、なんポートレートみたいな。ああ、焦点当てる。ああ、そういうことだね。はいはいはい、それでいいですよね。全然いい。さっきよりちょっと気持ちこっち側にいったかな。そうですね、こっち側に行きますよ。じゃあそれだけ。はい、行きます。はい、いいよ、綺麗に移動した。見事いいぞ。綺麗に移動した。ええ、確かに確かに確かに。うわ、移動した。でもそこ狙ったわけじゃないですもんね。違う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 。先の場所を狙ったわけじゃない。こっち狙ってた。こっち、手前のこっちを狙ったの。それだけで、見事に左に。実際にこの手を作って、まあ、ど真ん前だったら、はい、もう絶対にそこだから、そうですね、っていうのをまあ2人でやり合ったら、これもまたブルを狙わずにして空間っていうのを作っていって、はい、
やるだけで、人それぞれ飛ばしたい矢の角度があったりとか、まあ、場所があるんですね、はい、でその場所さえクリアしていれば絶対に刺さる場所は変わらないんですよ、うん、みんなやりがちなのはやっぱ刺さった場所ベースで話、はいはいはい、確かに確かに、はい、こことここはそんなに実は重要ではなくて、はい、ここを掴むだけで見なくても正直ここに行くよっていうのを作ることができる、はい、それが今やったようにこの手の残像っていう形で空間をちょっと今作ったっていう練習になります、はい、でこれをカウントアップとかアップ中にやるだけで、そのブルを狙うとやっぱり力んだりとかこうやってするけど、空間なしなっていう気持ちで投げれるから、より綺麗な体の使い方がその日一日できる。言ってしまったら、この辺狙って投げて、気づいて盤面見たらブル入ってるぐらいの感覚ですよね、レベルで。あ、じゃあ一回そこを目の前に取ってもらって、はいはい、これで見てもらうと分かるんだけど、はい、分かる、はい、これここしかもう見えてないでしょ、そうですね、顔見えてないでしょ、うん、っていう感じ。笑しかない、笑しかない。僕が空間を狙う理由は一つあって、はいはい、みんなと違ってもう手かぶっちゃうんで分かるんですよ。ああ、はい、僕もかぶってる方好きなんで。あ、なるほどね。手もかぶる方好き。ただ結局は、はい、いきますよ。はい。っていう感じで、最終この残像に向かって投げるしか僕はできないから、はい、でもそれが、まあ、ブルーがここにおるよっていうことになるんですよ、はい、でも1本外れちゃったけどね、はい、あ1本目ですか1本目あやっぱりなんとなくそんな気がこれが空間って、はい、ブルーめっちゃ近くなりますもんね、そう考えたら。そうなんですよ、ここにブルーがあるようなもんですもんね、そこに向かって投げるから、ボーリングのスパットみたいな、あのそうそうそう、ピン見るよりかはスパッと見て投げた方がコントロールしやすい、確かに、はい、のでダーツも一緒で残像を見て残像に対して投げてあげるとか、自分なりの空間を作る方法は人それぞれあると思うけど、それを見つけるって、うん、単純にそれだけで狙うから飛ばすっていう感覚に変わる、しっかりしてるからと思う、はい、だって揺れてないでしょ、揺れてないですね、だからさ、ブレないんだよえ？なんかしました？こっちの側はさっきのムー君からあ、そうそうそうんですけど、もうそれだけだよ。で、俺はここに向かって投げてって言ってるだけなんで、土台がしっかりした、次は目的もはっきりした、はい、だからそこにまとまる。マジックやな、ね、マジシャンよ、マジシャン、マジシャン。え？いや、ウェアすごいわ、ウェアがすごいいやー、いやその感覚になると思う。いや、ほんまにね、ザワザワするザワザワするザワザワする。これで一旦締めるとすいません、カウントアップするときに、はい、まあ、一旦こう自分で残像を作るっていうところ、空間をねしっかりと分かってあげて、その空間に対してキャッチボール何でもいいんでイメージでなんかこうこういう風に振ってあげる、はい、やれば最初からいきなり狙ってガチガチなフォームにもならへんし、はい、その日一日のいいリズムを作ることができるんで、はい、ボスで、はい、でこの空間さえ分かってしまえば次カミンさんの方の動画かな、はい、スタンスの話もしたと思うんだけど、はいはい、ここしっかりして、はい、で次に僕がさっき言ったように間中心のところをしっかりさせれば絶対に綺麗にまとまっていく、うん、単純にそれだけなんで、はい、ということで、まあ、これがね空間を狙うっていう、まあ、空間に飛ばすとかそういうイメージで、はい、あのぜひ遊んでやってほしいなと思います、はい、ありがとうございます。はい。ぜひ、いや、ほんまにありがとうございます。これも持ち帰って。いや、はい、もう持ち帰ります。やってください。ありがとうございます。はい。ということで、大丈夫でした？もう大満足です。大満足。はい、続々です。続々です。続々はい。じゃあね、お二人がね、満足してくれたということで、一旦ね、ここで動画を締めたいかなと思います、はい。はい。ということで、この動画が参考になったなと思ったら、高評価。で、また次も見たいなと思ったらチャンネル登録の方も合わせてお願いします。でまた川上さんの方のチャンネル登録ボタンも入れているのでそちらの方もお願いします。はい、ということで今日はありがとうございました。失礼します、はい、ありがとうございました。